よいしょ。じゃあ先に呼び出しだけしましょうか。壊れたマー君 VS 欧州筆頭さん。あ、壊れたマー君さん、コアマーさんはどこですか。マーさんはどこですか。どなたかお近くに壊れてるマー君さんいますか。いないな。やってます。じゃあやってるみたいなんで飛ばしましょう。じゃあグミガムさん、ジンさん。じゃあグミガムさん、ジンさんで、じゃあ一番手前の台でお願いします。じゃあバルダムさんとユーサさん。バルダムさん、ユーサさん、はい。あ、じゃあこちらで、じゃあ席だけ最初座ってください。お、始まってきた。じゃあ始めますか。じゃあ、行きましょう。1月、19、コンバットやつ杯始めていきます。お願いします。はい、はい、じゃあはい、じゃあ1回戦は、ジンさんハイドと、グミガムさんのメルカバー。さあ開幕は、メルカバーがシールド割ってかなり惜しい状況。さあ最近、クサムカップでアクアパッツァを、最近やり込んでて、最近運にやってねえんだと言ってたジンさんですが、今日は今日のコンディションはどうなんでしょう。さあ遅らせからのアサルト、CS からもう一度昇竜昇竜昇竜と決めて、まずは1本取っていく。セカンドフロー、リバウンド。さあまたしても 2B からの指導。さあブリンガーで切り返して、さあダッシュ C でうまく EX を避けて、さあそういったところで小足を挟んで1投2投3投、はい、画面端で投げをうまくアサルトにかわして、さあ終始ハイドペース。さあまたしても遅らせからの投げをすからせて勝ったのはジンさんのハイド。じゃあ、ね、次がローさんと社長。僕はバルダムさんの勝利。じゃあ次奥の台で和子さんとキングエンジンさん。キングエンジンさん、和子さんは、あ、試合やってるわ。じゃあ飛ばしますね。オルメンさんとヒロドゥさん。ヒロドゥさんはいます。ヒロドゥさんっています。ヒロドゥさん2番目。ヒロドゥさん、あ、ヒロドゥさん、あ、
はい、動画代はローさんと社長が岩はかわして投げかの CS です。なんかローさんの周りにすげえ煽りがなんか3人ぐらい囲ってんけど大丈夫ですか。さあ終始社長ペースがここに割り込んでいいよとからのさあ煽りが多いんですけどね。さあうまく避けて、さあここで中段が刺さっていく。さあもう一丁置き攻めをしっかり決めて、あっと割って、おいしい状況。まずはロースさんの折り絵が一本。さあアスタルトから遅らせの投げ、さあうまいこと対空が刺さり、さあスタンドがうまく噛み合わなかったところでEX の投げを決められてしまう。さあこれがさあさらにさあ画面端を背負わせて CS から、さあこれが見えない。さあしっかり決めてローさんの勝利。すでに勝敗は決しました。これ以上私たちが戦うことに意味はありません。まだ立ち上がる力が残っているならおとなしく武装は解除し投降してください。じゃあまだ壊れたマー君さんはまだやってる。あじゃあ壊れたマー君さんと欧州筆頭さん、マー君さんと欧州筆頭さんいます。あ、じゃんけんで、で奥がワッコさんやってから、クロスピの下僕その1と菅野さん、ワンピー側が壊れたマー君のゆずみは、ツーピー側欧州筆頭さんの瀬戸。命が惜しければ邪魔をするな。ファーストクローズリバイド。まず開幕は壊しを刺して、さあ瀬戸のターンが続く。さあさらにちょっとめくりっぽい動きをして、さあただ瀬戸、まあ、体力だいぶないんでワンチャンあればいくらでも巻き返せる、巻き返されるキャラでありますね。さあこの、まあ、一方的なペースをつかむのが、まあ、瀬戸の勝ちへの近道というか捨て折りなんでしょうね。と言ってる間に体力もほぼ合格になってきて、 CS 権も譲り派側。あ、うまい。これまだ残るが
CS から波動を決めて、まずは生徒が1本。さあセグメントを消して、さあサルトでうまく足を光らせて、さあ護衛で暴れが通る。 CS からインフィニットワースを決めて、さあ一気に体力持ってかれる。さあここで譲り派1本取り返して、最終ラウンドはさあシールド終わったがコンボにはいけない。さあセグメント来る前に投げを決めて、さあうまい。さあベーローフはガードしたが、さあユズリハの美味しいターンが続く。さあまだベーローフはまだ半分以上残っているといったところで、壊れたマークの勝利と。じゃあワコさんとキングエンジンさんで、手前でお願いします。ゲームオーバー。じゃあ次奥でセナルさんとナケルさん試合、ナケルさんと試合、セナルさん、ナケルさんって名前が似てるけど、さあ、ワンピー側が、公式大会の切符をすでに取っているキングエンジンさん、対してバティスタのワコさん。さあ、まあ、引っ掛けて足身で締めて、さあなんか投げっぽかったところに割り込んで、さあいおっと、さあビームでスキーを消して、さらに俺のターンを継続。さあイーグニッパット、さあまだお互いそんな大きいコンボにはいけてないんですが、さあここで EX サマーを決めて、さらに CS 圏もある。さあ中段これは見えないと。まずはワコさんが1本、さあ EX でスキーを消して、中段はしっかり立っている。さあこれは攻めを継続。さあお見合いが続いて、さあここでサマーを使ったところでキングエンジンタイムが始まる。セナルさんの勝ち。じゃあ次奥の台でポンコツさんとクロススピードさん、ポンコツさんとクロススピードさんはいますか。
やつはどこ行った。マコさんが勝ち。あ、いたいた。始まっちゃったらじゃあしょうがないね。じゃあこれ終わったら一大進行。早いね早いね。今日は皆さんがお行儀が良くてスムーズに進行ができてます。あー、これ動画内で見たかったな。じゃあ、ポンコツさんの勝利と。はい、じゃあここから先は一大進行でいきます。なんか 2P 側携帯誰か置きっぱにしてないですか。さっき誰だっけやってたの。あ、これはあなたのですか。最終的に簡単になったけど最初に。じゃあ2回戦いきましょう。ここからシード組が続々出てくるよ。フェイルさんと壊れたマー君さん。はい、ここからシード組が参戦ということで、
1P 側が、マー君ニュズリハ、 2P 側が、フェイルさんのゴールド。さあ開幕は 2C からの指導。なんかかっこいい指導が入って、アシミンまで決めて、お互いシールドはうまくいったんです。さあまたしても西指導。さあ固めが続いて CS 使ってコンボ継続、さらに画面端をさらに背負わせて、さあ先が先に刺さって、まずはユズリハ1本。さあうまく引っ掛けて、さあ投げはしっかり抜けて、さあここでベールオフを発動。さあベールオフやり返して、さあまずここで刺したのはユズリハ、しっかりインフィニットは決めて相手の時間も使っていく。さあ今ちょっとシールド割れるチャンスだったか。さあなんかちょっと暴れてたか。さあ遅らせからのアサルトを決めて、勝ったのはマー君のユズリハ。はい、では次が、ジンさんとクロさん。よし、はい、お願いしますと。あ、ジンさん試合お願いします。さて出てくるはジンさんのハイドとクロウさんのメルカバ。ジンさんは最近アクアパッドしかやってなかったか、随分久しぶりにやるとのことですが、対するクロウさん中指もそろそろ治ってきたか。最初に触ったのはメルカバ、画面端に追い込んでジャンプにしていいから、ここは勝利で切り返す。飛んでいたがアサルトをシールドでしっかり半角取って向こうまでちょっと見せてしまうが、あまり関係ない。しかし下段がなんかハイドは出していた、着信出していたところ、しかしメルカの方が早い。ジャンプにしていいからカウンターしている。もうあと1回 ところだがパチグラしている、割れてしまうが 2B が刺さって取っていくのはクロウさんのメルカバ。擦りすぎとの声が横の人から来ているが、おっと今のはよう見ている、噛みつきすぎ、新しいですね。さて手伸ばしすぎ、もう言いたい放題。さてシールドで勝って権利はもらいたいところだが、アサルト食らってしまう。いつもので締めてここが投げていく権利は、これはジンさんのものでしょう。しかしメルカはゲージはある。